まあ、先ほども言ったんですけれども、先ほどもというか、このツイキャスのね、この始まる前に、こう、収録が始まる前にツイキャスに向けては言ったんですけれども、古式島がね、そのいつも、トシが話してくれる古式島、世界遺産になりましたね。おめでとうございます。世界遺産。詳しくはこトシから後で話してもらおう。いや、なんか古式島、あれがテレビに出た時に普通に古式って読めたなと思って、これはやっぱりトシのおかげなんだなと、思います。お笑い芸人無尊のラジオ 100%。皆さんこんばんは、番組パーソナリティのお笑い芸人がんばれブソンくんです。第3週目担当レーシングドライバー小村俊樹です。お笑い芸人ブソンのラジオ 100% は毎月1組のアーティストに焦点を当て、週替わりの個性豊かなパーソナリティが独自の企画を行う全く新しい音楽バラエティ番組です。毎週日曜日夜11時から30分間市川裏 FM で放送中です。今月のアーティストはゆい、12月16日第116回放送でございます。いやいやいや、古式島ね、よかった、素晴らしいですよ。よかったですね。都市丼というね、まあ、正式な古式島というか、都市丼というね、神様がね、生ハゲみたいに、家に突然訪れてくる神様が全国にいっぱいいて、そのうちの10個がまとめて世界遺産、無形文化財に登録されると。うん、いや、素晴らしいですね。うん、ただその都市丼っていうの、はい、僕自体知らないから、知らないんで、いやテレビで見ましたけど、まあ、そうですね、ずっといないと分かんないですもんね、うん、そのそね、しょっちゅう現れるわけじゃなくて、子供の頃にその体験というか、そうするね、そのなんでしょうね。いやでもさっき聞いたんで、うん、もう僕より古式島通ですよ。なんか子供をね、突然家にガラガラって現れて、はい、なんか本当に気持ち悪いんですよね。なんだろう、なんかね、さっき画像見ましたけどね。ゼルダの伝説に出てくる、仮面族みたいな感じのやつ。なんか仮面を被った奴らが出てきて、仮面ってなんか気持ち悪い仮面の奴らが来て、うん、うえーって、うわー喧嘩ばっかりしよんかーみたいな。うえーみたいな。って泣いて、はいはい、ちゃんと仲良くすんだろうなって。します。で、お父さんお母さんが、こう、もう連れてってくださいって。お言うんですよ。言うこと聞かないから。じゃあ連れてくって。うわーやめたーって。もう連れてくださいみたいな。ちゃんと仲良くするかって。ねえ。たら、はいじゃあ、歌うの。なんか歌うのかい。そう、わかんないけど、なんか、歌わせるみたいです。それは知らなかったな。なんか面白い神様いるみたいにね。いいですね。そういうね、子供の頃、なんか、トラウマは一緒。でも、そうですね。なんか、生ハゲしてられましたよね。なんか、子供がトラウマになるから、そういうのやらないでほしい。なんかね、でもそういうのはちょっと。ね。過保護すぎるというか。ね、子供なんてね、それぐらいのトラウマがあった方がいい、はい、そうですよ。それぐらいのトラウマがあった方がいい。強く生きよう。ね。生ハゲに怯えながらね。いや、でも、だってそれでね、悪いことしたら生ハゲ来るよっていうのは、やっぱ早い段階で押し付けといた方がいいよね、絶対。悪いことしちゃダメだと。そう。こう自分でね、うん、止められますから。そうですよね。やった方がいいですよ、生ハゲが来ると思ったらね。あんな包丁持った鬼が来ると思ったら、ちょっと無理。もう、恐怖でしかないですよね。はい。ということでね、古式島はもう楽しくね、これから発展していくんじゃないかなと、はい、思います。それでは、今月の1曲目、今週の1曲目の章、ゆいで、It's All Too Much ですと。コバルト レーサーって何やってるの？レーシングドライバー小村俊樹。お笑い芸人無尊のラジオ 100%。 皆さん、今年も残り16日です。いい声。2018最後のトッシーのコーナー。元気はい、はい、トッシーのコーナー、まあね、来ましたよ。2018最後ということで。そうですよ。はい。年のコーナー。全然コーナー名考えてなかったけども。年のせい。年のせいですね、まあ2018年を振り返ろうじゃないかと。うん、ちょっとね、思うわけでございますけども。いや、そうですね。今年。あれ、年っていつからでしたよね、このラジオ。もう。4月からなので。今年の4月から？はい。あ、じゃあまだ、そうか、1年経ってないんだ。経ってないんですよね、実は。そうなんだ。もうずっとやってる感じするな。もう、7回あ、そうか、7回目ですか、うんうん、はいはいはい、はい、はい。7回、8回目ぐらいなんですけど。8年ぐらいやってる感じしました。ねえ、うん、いや、まさかね、こう、今年からいろいろなものがスタートして、また自分の本業のね、部分も、うん、まあ、いい形で。
追われたということで。結局、まとめるとどうだったんですか、その、レーシングの方は。そうです。レーシングの方はですね、まあ、もちろん、この番組でもお伝えしたように、うん、まあ、チャンピオン獲得と。日本一ということで。日本一ですかね。日本一、はい、まあ、以前のね、放送会でも言いましたけど、うん、日本一決定戦っていうのはまだ、あるんですけども、うん、これからあるけども、一応そのシリーズ戦というか、そういう形では年間チャンピオンっていう、なるほど、ポイントでね、うん、1位の1年間のトップ、そうですそうです。カテゴリーでいくと F4 のチャンピオン、はい、ですね、うん。で、さらには東シリーズと西シリーズの東西戦が分かれてるんですけども、うん、それの合計ポイントでも、うん、まあチャンピオン、西シリーズのやつら、やつらっていうか、いやまあ、ね、選手たちね、いやいや敵ですから、はい、うん、たちよりもポイントを多く稼いでるということで、グランドチャンピオンっていうのも、獲得できたということで、いやこれを聞いてる皆さんね、あと追加戦見てる皆さん、チャンピオンですよ、日本一ってすごい、そんな簡単にね、どのジャンルであっても日本一ね。まあそうですね。難しいんですから。はい。まあ自分を信じてね、頑張ってきた、うん、まあ結果というかね。いや、はい、言うんですよ。勝つ人はみんなそれを言うんですよ。僕は日本一なんて一度もらったことがないから。まあそれこそ結果ですよね。すごいよ。結果があれば、だって何言ってもいいんですよ。だってね。どうやったら日本一になれるんですかつって。はい。ね、一日一枚チョコを食べることですって言っても結果出てるんだから、それは。まあそうですよね。ずるっと思う。うん、ずる。まあその人のなり方というか。うん、すごいですよ。その人なりのね。うん。過ごし方、または目指し方っていうのが人それぞれ違うので、うん、どうですかね、それやればできるっていうわけでもないと思いますけど。すごいな。他はなんかありました、ね、レーシング以外の部分では。まあ、レース以外の部分ではですね、まあ1月からネット番組のですね、うん、まあ、フクロウ大学という番組、はい、はい、まあ、フレッシュライブですね、アベマ TV の、アプリで見れる。はい、その番組のレギュラーになったという、うん、1月からね。なんか、この番組のディオくんもちょいちょい出てるみたいですね。あ、第1週目ね。うん、第1週目の仮面の男ですか。仮面の男の、このね、ラジオの1週目のディオくんもちょいちょいお世話になってる、はい、袋大学。まあ、そちらでもね、まあ、仲良くさせてもらいながらも、うん、まあ、レギュラー参戦として。すごいですね。ネット番組でやったとしてもレギュラーを取るっていうのはね、難しい。ね、僕はレギュラーないです。ネット番組。こう、それも急展開の話だったんで、うん、まあ、すごくありがたい。すごいことお話でしたし、うん、まあ、それに続く形で、うん、まあ、この番組。はい。まあ、4月から。はい。レギュラーということで。そうそうですね。この番組もそうですね。ですね。ありがとうございます、本当に。で、まあ、それを皮切りにというか、うん、いい感じにね、まあ、CD 制作も。そうだね、歌も出してましたね。しましたし。あれはちゃんと形になったというか。まあ、来年のそれこそ初夏。あ、初夏ですかね。この間流した時はまだその、まあ、デモっていうか、まだ、デモテープみたいなのを出して ね、流していただいて。はい、未完成の状態だったんですけども、うん、まあ、結構ね、まあ、聞いてくれた方が、意外に多くて、うん。いや、そう、びっくりした。うまいし、うまいしね。いやいやいや、びっくりしたよ。嬉しいですね。うん、まあ、それはね、しっかり出来上がったらまた、この番組だけの、うん、流してください、またね。放送枠として、ここだけ流させていただきたいと思いますので。ちょいちょい出来上がってる過程を流してもいいですけどね。はい、OK です。この音が加わりました、はい、つって。一個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 。すんごい時間の使い方するな、それは。はい。まあ、はい、そういった形もありに、うん、まあ、個人的にも YouTube もしっかりこう動画をね、うん、レース映像を並びにコラボ映像とかも、うん、配信したりとか。いや、やっぱね、YouTube、トッシーの YouTube の、その、なんですか、車に乗ってる時に見える風景みたいなのね、はい、うん、いいですね。オンボード映像ですね。いや、そう、なんかいいですね。グランツーリスモでしか見たことないやつ。ゲーム的なね、この視覚というか、いう見え方なので、うんうん、なかなかそれをリアルでね。いや、すごい、ああいう風に見えてんだというね。ただ、YouTube ってもう本当にいろんな動画が、もちろんね、上がっているので、うん、僕に限らずね、本当に、僕よりも上のカテゴリーで戦ってるドライバーの、はいはいはい、オンボード映像なんかいっぱい流れてるんで、はい、ちょっとね、ぜひ検索して、はい、これは見ていただきたいなと。いや、そうね、トッシーの YouTube をね、とりあえずね。まあ僕のももちろんです、ね、ございますが、うん、はい。それでですね。あれ、お、なんかあれ。最近なんですけども、はい、まあ11月実は幕張メッセデビューしてきて。幕目？何のデビュー？幕張メッセ。そのイベントは放送機器店、うん、まあ映像関連の、うん、実はその12月1日土曜日から、はい、8K 放送というものが。あ、始まりましたね。そう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 。そう、8K ね。8K とは何ぞやと、いう僕が、放送機器店に出てきたわけですよ。はい、すげえ、なんで、どうしたんですか、どうですか。いや、自分がお世話になったブースではですね、まあ、ライブ配信というか、うん、まあ、こういう形ですよね。はいはいはい、こういう形で、ね、僕らは、
まあ、ライブスペースに、配信スペースで、映像撮ってもらって、その映像を、そのブースさんのとこで、でかい画面でね、8K の映像で、うん、まあ、お届けすると。すごい。まあ、このように綺麗に見えますよ、と。うん。いうね、イベントに参加させていただいて、うん、まあ、40分間一人喋りと。すげえ !40 分間一人喋り。はい。いやー、もうね。何喋ったんですか？いや、もちろんね、レースのこともそうなんですけど、うん、マカリメッセの情報だったりとか、うんうん、まあ、マカリメッセはいついつできてとか、うん、まあ、そういうのを並べないと。そりゃそうですよね。言ったら4回出番があるので、160分なわけですよ。はぁ。まあ、もちろん他の人とこう、つなぎながらの。あ、すごいね。40分やって、40分休んで、みたいなつなぎはありますけど、うん、いやー、いい勉強になりましたね、本当に。そりゃそうでしょ、すごいな。で、一気にこう、自分が知らなかった情報を、うん、そのイベントを通じて、もちろん、うん、8K もそうですけど、うん、マカリメッセ周辺のね、うん、なんか情報なんかも。マカリメッセ周辺。こういう遊びスポットがあるよとか、うん。千葉ロッテマリンズの球場があるよ。ね、ゾゾマリンがあるよとか、うん、あんなに近いと思いませんでしょ、すぐそばですよね。びっくりした、今度行こう。うん、野球好きで。あ、そうね、マリンズの球場 ね、結構すごいいい球場ですからね、あそこもね。ゾゾマリンね。いいですよね。ゴーリキ。ゴーリッキーあやめとは特に関係ないですよ。あの球場自体はね。はいはい、はい、あの球場を持ってる人とはちょっと関係あるのかもしれないですね。命名した人とはね。はい、うん。いや、まあ、そんな形で今年は結構本当にレース以外でも、いろいろな活動できたなという。うん、いいなぁ。ねえ。もう、もっとね、活動したかったなって欲が出てくるぐらい。若いね。でも、振り返れば、本当いろいろなね、経験をさせていただいたなと。うん。一番なんか、今年1年で、一番印象に残ってる出来事というか、そのイベントだったりとか。印象ですか。出来事。うん、まあそうですね。まあもちろん、活動とか最近っていう形になりますけど、そのマカリメッセはもちろんなんですけど。めっちゃ来ましたか。来ましたね。はい。僕 8K は NHK のなんか、イベントに行った時に流れてたんですけど、はい、8K すごいですね。めちゃくちゃ綺麗。めちゃくちゃ綺麗です。驚きましたね。なんか、あれを見ると今まで見ていたテレビってやっぱり、うん、テレビなんだなって思う。8K は。で、本当に、立体的に見えるの。びっくりした。今まさに目で見えてるよりも綺麗に見える時あるじゃないですか。うん、びっくりしますよね、あれね。マジで立体に見える。うん、びっくり、3D 効果とかなんもないのに立体に見えるのもあんだけ綺麗になるだけで。てか 4K すら自分のね、家に落とし込んでないのに、うん、8K が始まるわけじゃないですか。ピッピッあれはね、もうついていけないですよ、ね、民放 4K も始まったんですね、12月のやつですからね。はい。いや、そう、で、4K、そう、うち見たいなと思って、テレビは 4K 見れるんですよ。ほう。テレビは見れるけど、そのテレビのあっちが見れる。ナスネが多分 4K に対応してないんですよね。あー。その、モニター自体は 4K に対応してるけど、はいはいはい、みたいな。なので、なんかどうにかして 4K、でも今まだ高いから多分チューナーとか、もうちょいしたら見たいなと。まあね、どんどんね、こう、手頃な値段に下がっていくと思うので。そうね、デジタル地デジ保存の時もそんな感じだったんで。まあ未発表なものをね、いろいろな形でこう体験させていただいたので。いいなー、僕そういうの機械とか好きだから羨ましい。いやー、あれは楽しかったですね。でもそのラジオみたいなブースで喋ってるのがその近くのモニターで流れてたんですか？流れてました。もうすぐそこにいたんですよ、僕らも。ね、配信スペースではありますけど。あ、でも比べれんのか。ね、そのモニターと実際に喋ってる様子と比べて、ね、っていう感じか。へー、面白かったですよ。いいなー。本当に。ですし、まあ番組でもね、まあ、そもそもロケ班としてその番組はね、うん、袋大学には参戦したので、いろいろなところにロケを行って、あ、まあ、それもやったんですか？食レポしたりとか、うん、まあこういう施設がありますよみたいないろいろなところに行かせてもらったんですけど、うん、それでね、やっぱり普段だったら、あれですけどその絶対に行かないというか、うん、そういう場所にも行って、うん、あ、こんな場所もあるんだ、はいはい、あ、こんなに楽しいとこがあるんだみたいな経験もね、幅が広がってきますね。幅広がりましたね。だから来年はね、ちょっと自分がレースの方で、うん、まあアジアシリーズ、はい、まあ先月から言ってますけどアジアシリーズを目指しているので、アジシリね、アジシリ、そのね、国内の活動がすごい増やしたいけども増やせないかもしれない、または減ってしまうかもしれないという。でも逆に海外に行くことになるんですか？まあそうですね、海外の楽しい、まあ、海外に行って、まあ住むかどうかまではわからないですけど、楽しいところが、でも海外は海外であるでしょうからね。そうですね、まあ自分の本業としてはね、こう着実にまあ F1 への道が進んでいくっていう。すごい、そうか、目指すは F1 ですもんね。今 F4 にいて、はい、別に勝ったから上がれるわけじゃないですもんね。いろんなものが揃わないと、はい、サッカーもそうですけどね。サッカーも
そのスタジアムの観客数が少ないと F1、うん、F1 じゃない、J1、J1。J1 上がれないチームありましたよね。上がれなかったりするので、うん、やっぱそういういろんなものが揃わないと F1 には上がっていけないですよね。まあいろいろな準備が今月ね、12月は一番忙しい月ですから。そうです。なんか言ってましたね。いろいろレースがない時期の方が忙しいんだっつって。揃えていきたいですね。はい。はい、ということで、今後もぜひ来年も頑張ってください。はい。じゃあ、曲紹介お願いします。はい、第3週目2曲目は僕の紹介で、はい、まあ少し早いですけども、はい、ホワイトジャムさんでホワイトラブです。どうぞ。My love. This one's for you. My love.、Oh.Baby, baby, ろうそくに火を灯して少しだけ小さな声で話そうどんな明日迎えよう夜明け前のシークレット Yeah, baby, baby レーサーって何やってるの？レーシングドライバー小村俊樹。お笑い芸人ブゾンのラジオ 100%。 ブゾントーク。トーク。トーク。はい、返しちゃうんです。ということで、まあ、このコーナーではいろんなことを話すんですけども、はい、今回は、おすすめのクリスマスソング。クリスマスソングといえば何みたいなのをちょっとね。クリスマスソングかうん。どうでしょうかワムじゃないやっぱり。Last Christmas, I gave you my heart. ですかですね。ああ、確かにね。でもあれってよくわかんないけど、多分、なんか寂しい曲ですよね。寂しい曲。寂しい曲じゃないですかわかんない。あれは、どうなんですか別れとかそういうの関係してる。別れた感じの曲なんじゃないですか多分。なんかイメージ、雰囲気も。でもね、適当に聞いてるからこういうコメントしか言えないね。ちゃんと聞いてみよう。We wish you a Merry Christmas. あまあそうでしたね。We wish you a Merry Christmas. これはなんかちょっとね、はい、明るい曲ですね。ただなんかクリスマスソングというか、僕はやっぱりホームアローンで聞くような、あの曲がやっぱクリスマスだなっていう。クリスマスをお祝いするとか、うん、そういうね、恋愛系なもう寂しい曲というか、うんそれ以外にも、まあ、この12月の歌というかね、うん、なんかあるじゃないですか。うん、いろいろなんか冬というか、ね。冬っぽいですね。まあ雪というか。粉雪。ねねこれね、モニターがあるからね、すっごい声だった今。別にバカに言ってとかしないですかあとなんか、何ですか今宵ね、見てこらえて、あの出る愛の、知らない。知らない。とかね。カラオケ連れてきてあと何ありますかね冬の曲冬の曲。今最近で言うとそのバックナンバーの。バックナンバーそうですね。まああれは去年かなクリスマスソングって曲ありますけど。うん、クリスマスソング。うんまあ、たくさん出てますよね、本当に。12月となれば。まあ、ここぞとばかりに。そう、売れるからね。なんだかんだでね。甘え、声が好きな人はね、そっち系に行って、また、こう、ダンディーなというか。AKB みたいな、そう、なんか明るい感じのアイドルの、クリスマスソングってなんかあんのかなあんまり。EXILE とかありそうですけどね、なんかね。EXILE はありますね。ね。はい。なんか冬をモチーフにした。うん。ね、曲もありますし、それこそワムのラストクリスマスあれ。あ、そうか、ラストクリスマスやってカバーしてましたよね。カバーしてああ、うん、なるほどね。日本語訳に変えてね。ああ、そうか。はい、やってましたけども。今だけは、みたいなやつか。ラストクリスマス。今だけは、みたいなやつか。てかもう全然話変わっていいですか？あ、いいですよ。結婚おめでとうございます。あ、そうか。そうか。いや、びっくりした、本当に。トークの話先週先週か。先週の時に言ったんですね。いつですか ?12 月 ?1 日です、はい。1日。はいはいはい。いやいやいや。そうか、トッシーか。僕の中でもう話終わったなと思ってたんですけど、そうか、トッシーからしたら。どうまだ。びっくりするわ。あ、びっくりしました。全然本当に知らなかったですよ。まあ、それは言ってない、言ってないし、ね。それこそ本当に付き合ってるとかさ。うん、はいはいはい、それも一切言ってないし、ね。うん。一緒に住んでるとか、す、は、べ、い、てを知らなかった人に、結婚しましたってなったら、はい、それは出来婚ですかみたいになっちゃうし。なりますよね。出来婚ではないです。うん。いや、びっくりしましたよ。そっか、寺本先生にもさっき言ってあげればよかったね、収録。ね。これ後で聞いてビビってんじゃない、まあ、収録はね、さっきも僕も聞いてましたから、もちろん知ってましたけども。まあ、放送自体は先週ですよね。先週の放送です、はい。びっくりした、本当に。うん。それこそ12月1日に、うん、まあ、婚姻届を出しに出されたと。はい。土曜日だったんでね、正確に受理されるのは、はい、おそらく、その、次の月曜日とかだと思うんですよね。ああ、なるほどね。うん。はあ、クリスマスどうするんですか
それこそ。いや、でも、もうだって10年ぐらい付き合って、はい、ね、一緒に住んでも3年、4年経ってますから、別に何も変わらない。別に結婚したからって何も変わらないです。この感覚というか、うん、そういうのは、でも、言っても、夫婦として、初めてのクリスマスを、うん。いや、別に。迎えるわけじゃないですか。別にですね。もう10年も付き合ってれば何も変わらない。なんか、夜景の美しいレストランでご飯食べてほしいな、うん。今更じゃないですか。恥ずかしくない。今更そういうところに連れて行く。連れて行きましょうよ。ね、一発目とかだったらレストランしますけど、もう10年付き合って、はい、どうしたのってなるしね。いや、夫婦となって最初の。お金もったいないしっていう感じに。言っちゃった。なる。いや、違う、お互いになるかもしれない。それはね、だって今更そんなことされなくても。まあ、逆にこう、家でね、こう、小さいケーキを二人で囲んで。あ、それでもいいですね、まったり、ね。ろうそく一本でもね。うん。逆にいいかもしれないですね。うん、そういう感じ。あ、ちょっとツイッター追いかけを。そう、だから、これ、放送自体はもう12月16日ですか？はい。で、収録は12月の、まあ、頭ぐらいにやってるので。はい。で、この収録はツイキャスで配信してて。そうですね。ツイキャスの人が多分一番最初です、聞いてるのは。はい。で、この後ツイッターで言うので。はい。これで放送されてる人はもう多分、ツイッターで見てるはず。そうですね。うん。ということで、はい、時間軸がまだこっちになりますけど、そういう感じ。なりますけども。とりあえず、早めに、ね。まあ、二度楽しめるわけですから、はい、収録日も楽しんでいただいて、はい。はい。ということです。ありがとうございます。ありがとうございます。触れていただいてありがとうございます。ということで、行きましょう。ゆいで、ファイトです。どうぞ。さあ、エンディングになりました。笑い芸人武装のラジオ 100%。次回の放送は来週12月23日の夜11時からです。あ、まさにクリスマス。イブイブ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 とか言い始めたらもうイブ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 いけますよね。が、早いなぁ。そうですよ。はっつって。この番組の放送は、バックナンバーも聞けますので、ホームページ、ツイッターなどにぜひアクセスしてください。はい。都市どうでした？ 1 年間こうまとめて、まあ、さっきもいろいろありましたけどね、まあ、ありましたけど、うん、その、まあ、4月からこの番組をね、担当させていただきまして、うん、まあ、こうやって喋る、自分のことを喋るっていうのは、うん、本当にこんなにもね勉強になるのかっていうか、うん、自分の情報ですらうまく喋れない時があったんで、はいはいはい、いやー勉強になりましたね。いやでも最初からトッシーはなんかもうね達者だったからなんだよと思ってなんだよなんだよほら僕がマウンド取りたいのに全然取れないから若造に対して若造に対してでもこうやって楽しくね、まあ、セッションしていただいて、うん、もう本当感謝ですよね。いやもう来年もねぜひ楽しく、はい、まあ、トッシーの場合はもうねレーシングがもうすごいから僕こそなんかねこんなすげえやつと話していいのかなと思っちゃうからなんかもう僕もね寺本先生みたいにね、うんうん、レアキャラとしてでも続けていきたいなと、うん、この番組はね。ありがたい。はい、なんか俺はもうこんな番組に出る格じゃねえかとか言わないでくださいね。言いませんよ。よろしくお願いします。来年もよろしくお願いします。来年もぜひお願いします。今夜の相手は頑張れ武さんくんとレーシングドライバー小村俊樹でした。それではまた来週。おやすみなさい。